ホエイプロテインを知っていますか？佐野さんは運動好きな友人津田さんから最近ホエイプロテインを飲んでいると聞きました。でもよくわからない佐野さん、ホエイプロテインとはどんなもので、津田さんは何のために飲んでいるのでしょうか？津田さんが教えてくれます。ホエイプロテインは牛乳から取れる動物性のタンパク質です。ホエイとは牛乳に含まれる乳製のこと。ヨーグルトに浮いてくる液体もホエイで、意外と身近な存在です。そしてホエイプロテインはホエイをフィルターでろ過し、タンパク質を濃縮分離したもの。なるほどとうなずく佐野さんへ、実はと津田さん、現代の日本人はタンパク質が不足しがち。1日のタンパク質摂取量は食べ物が少なかった1950年代と同じくらいというデータも。しかし本当は体重 1kg に対して約 1g を目安に摂取した方が良いとされます。例えば体重が 60kg ならタンパク質を 60g 摂るということ。また運動をよくする人なら体重 1kg に対して約 2g を摂った方が良いとされます。だから体重 60kg なら 120g に。筋トレをよくする津田さんはホエイプロテインでタンパク質を摂っているのです。佐野さんは感心、自分も飲んでみたくなりました。ホエイプロテインをアムウェイがエクセスブランドで発売。タンパク質を効率よく摂れますので、ぜひお試しください。